生質問があります。皆さんも小学生や中学生の頃にはこんな風に元気に素直に先生にわからないことは何でも質問する生徒さんでしたか？この番組では丹波市にお住まいのいろんな先生にスタジオに来ていただいて、いろんな質問に答えていただきます。どんな答えが飛び出すか楽しみですね。皆さんに代わって質問をするのはパンダのような体型でリベカという名前の私、パンダリベカです。それでは早速今日質問に答えていただく先生をご紹介しましょう。はい、今日スタジオにお越しいただいていますのはもう第2水曜日の恒例となりました丹波市氷上町の枠委員院長、枠新蔵先生にお越しいただいております。こんばんは、枠先生。はい、こんばんは。よろしくお願いします。そして佐藤皮膚科クリニック院長、佐藤博文先生から質問していただくスタイルで進行していきたいと思います。佐藤先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日こそ水素ガス吸入法に関連した脳の感じる幸せのお話って聞けるんでしょうか？無理だな。じゃあ今日は何のお話ですか？今日は水素の話。はい、どんな、はい、まあ、とりあえず水素をね、どんな病気に効くのかとか、水素ってなんで効くのかなって話もちょっとするんですけど、はい、でまあ、それ以外にもワク先生がこの間水素の話をね、ズーム上で世界に配信したっていう話だったので、すごい、その話をちょこっと今から聞こうかなと。はい、はい、はい、まあ、世界というとちょっと大げさなんですけど、はい、遠いところはブラジルから、すごい遠いじゃないですか。地球の裏側だわ。それから沖縄、はい、東京、うん、奈良県と、はい、もう世界を股にかけて、はい、ズームで講義をしました。うん、はい、ワク先生もいよいよ、うん、世界デビューかなと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、はい、参加人数はわずか10人ほど。あ、でも、ね、そこからまた広めていただけたらすごいですよね。そうですね、うん、当然これ英語で喋りはったんですよね。一部英語で。お、かっこいい、はい、ウェブセミナーのウェブっていうところだけ英語だったんですね。面白いなんか絶対いつもなんか楽しいギャグが入りますよね。佐藤先生のね、ツッコミが面白いんですよ。うん、それで、まあ、その今回はですね、その、まあ、どういう話から水素の話をしたかっていうと、はい、まあ、歯科医師の先生、はい、それから歯科衛生士の皆さん、はい、ね、歯科衛生士さんってすごく勉強熱心な方多いんですよ。まあ、先週ですね、ポップアップホールで、はい、セミナーしていただいた上野さやか先生も歯科衛生士さん、もう歯科衛生士さんというには、はい、もったいないというか、仮の姿かなと思うぐらい、まあ、大学教授クラスの、すごいお勉強されてますよね。本当にもうすごい方なんですけど、まあ、そういう割とその勉強好きな人多くて、で私の方にですね、まあ、私もいろいろ水素であったり栄養であったり、はい、いろいろ喋らせてもらってるんですが、医科歯科連携ってすごく大事なんですよね。うん、医者は医者、歯医者は歯医者じゃなくて、やっぱり口っていうのは命の入り口だ、はい、ね、でこの歯の大事さ、はい、食べ物の大事さっていう、はい、そこら辺をこう絡めてですね、はい、お話しさせてもらいました、うん、でその、まあ、栄養の話はまた別の機会でもしできればしっかりしたいと思うんですけども、はい、話の流れ的に水素もその歯周病にもいいよとか、そうなんですか、まあ、体の中で起こるあらゆる炎症にもいいんですよという話で、例えば水素の吸い方一つでもですね、カニューレで鼻から吸うんですが、はい、鼻から吸って、まあ、息を止めて、はい、また鼻から出すっていうんじゃなくて、鼻から吸っ
って口から出す、はい、あるいはその口から出す時に一旦ちょっと息止めして、はい、口の中に水素のガスを行き渡らせると、うん、口の中全体に水素が行き渡るわけですよね、はい、そうなると歯周病にもいいよ。そんな、まあ、どっから入るんですかその水素が。水素はもう、うん、まあ、ご存知のように世界で地球上で宇宙でも一番小さい物体なんで、うん、あそうか、はい、じゃあちっちゃいからどこからでも入るってことですか、うん、どこからでも入るし、うん、その血管の膜神経の、ね、細胞、うん、もうどこでも入るんですが、うん、せっかく鼻から、うん、高濃度の水素を入れて、うん、まあ、通っていくわけですけども、うん、水素って出た途端にものすごく拡散していくんですよ、うん、しかも上空に向かってバーっていくわけですよね。で、幸い我々はその水素吸入器っていうのがあって、うん、それをまあ患者さんたちが利用していただいてるわけですが、はい、その入ってきた水素ガスをですね、うん、まあ、肺胞に入るわけですよね、はい、でそこは前も言った通りで、そこから全身に脳も、うん、脳関門っていうのがあるんですけど、うん、そこも通り抜けて脳にも行くから、うん、いろいろいいよと、うん、でじゃあその口の中はどうなのっていうと、うん、まあ、気管をずっとその水素が通っていくわけですから、うん、それを口の中にも持っていくとですね、歯肉にも行くわけです、うん、もうどこでも入っちゃうんですよね、うん、それで歯周病にもいいですよっていうことなんですね、だからもうありとあらゆる、うん、効果が出てきているということで、うん、その最近ですね、法政大学の教授されてる宮川美智子先生っていう先生が書かれた最強の水素術って本に出会ったんですね、はい、でこの本のタイトルはですね、人生100年の健康づくりに医師が進めるっていう、ね、最強の水素術って書いてあるんですけど、まあ、宮川先生は2016年ぐらいからかな、うん、結構早くからその水素吸入を始められてて、うん、たくさんの症例に接してこられてるんですね、うん、でその中でその主な健康効果とか改善効果を認めた病気とかをざーっと書かれてて、症例もつけられて、あと論文も一緒につけられて、非常に説得力のある、うん、まあ、水素バイブルとでもいうような、うん、ご著書ですね、書かれてるわけですよね、うん、だから、まあ、これを見るとですね、まあ、本当ほとんどの病気が関連して、うんうん、いいんじゃないかというふうなことで、栄養と水素と、うん、それからさっきちょっと言った歯周病ですよね、うん、口の中の病巣疾患っていうんですけど、はい、まあ、その辺をですねしっかり抑えていくと、うん、かなりその健康を維持できて、うん、まあ、人生本当100年って言われてますが、うん、元気で長生きしないと、うん、不健康で長生きしてもちょっとしんどいんですよね、うん、だから健康寿命が大事なんですよね、うん、はい、だから、まあ、その辺をどういうふうにして守っていくか、認知症にならないようにするにはどうするとか、うん、脳梗塞にならないようにするにはどうするとか、うん、まあ、そういうヒントですね、うんうん、が大事かなと思ってます。先生、うん、水素の主な健康効果って11項目ありますよね、はいはい、この項目を、まあ、逆にこの項目すべて、まあ、ネガティブに、つまりその健康効果がないものと考えたら、一個一個に対して病気がこういくつかこうぶら下がってきそうな感じなんですよね。そうですね。例えば抗炎症作用って書いてあるのは、例えば炎症があるものを炎症をなくすってことですよね。そうですね。そうすると炎症で起こってくる病気は良くなるじゃないですか。そうですね。で循環機能の改善、うん、まあ、こういうなんて血圧の話もそうだけど、うん、これ良くなったら当然人間なんか健康になれそうじゃないですか、うん、そうですね、特に最近ストレスがある人なんかだったら副交感神経を優位にするっていうこの言葉とか、このこの作用が水素があるんだったらストレスも良くなるし、抗アレルギー作用っていうのがあれば、まあ、それこそ僕の専門のアトピーとかも良くなるってことですよね、うんうん、そうですね。まさにこの11項目、これ全て水素が担ってくれるんだったら、それこそ
他のお薬いらないぐらいな感じなイメージなんですけど。そうですね、うん、もうあの宮川先生も著書の中に書いてあるんですけど、うん、もうまあこれは表現が宮川先生がおっしゃってるんですけど、もう万能薬的に思うっていうようなことが書いてあるんですね。だけどまあ何でもそうなんですけど、過度な期待とかもう全部治ってしまうとか、そういうわけでは僕はないと思ってるんですね。そこの辺はあの熊本のね、あの先生赤木先生も、例えばがん、がんはね本当にしぶといんですって、しぶといですよってね。だから水素をやったからといってがんが治ってしまうわけではないんですね。で何がいいかっていうと延命してはるんですね、あの無茶な延命じゃなくて、余命3ヶ月ですよっていう肺がん末期の62歳の女性が、ね、がん難民です、ね、もうがん難民というのは前も何回も言ったと思うんですが、お医者さんがさじを投げちゃった、もうあなたは抗がん剤もしました、手術もしました、放射線治療もしました、でももうこれじゃやることないから好きに生きなって、家で3ヶ月過ごすなり、ホスピスで3ヶ月過ごすなり、もう自由にしなっていう人が赤木先生のところに来られる、ね、それがこの水素を使ったら今8年生きてあるんですよ。もうそれすごいですよね。8年生きてあるんですよ。もちろんですね、水素だけじゃなくてちゃんと標準治療をした上にこの先進医療をしてあるっていうところはあのまあ、見逃しちゃいけないんですけど、水素だけだとダメなんですね。がんとともに生きてるってこと。あ、そうですね。で、がんはゼロにはなってないんですが、縮小してるわけです。それでその方は3ヶ月って言われたのが8年になってるんですよね。で、その人だけかっていうとそうじゃなくて、膵臓がん、大腸がん、ね、から卵巣がんとか、まあ、いろんな方がですね、そのまあ赤木先生のクリニック、あるいは鳥取の与論先生のクリニックとかで時間をもらってはるんですよ、やっぱりあと3ヶ月だよっていうのと、2年3年、そのさっきの方みたいに8年時間もらったら、その間にできることがいっぱいあるじゃないですか、たった水素で、ね、とやっぱこれは抗がん作用があるって思っていいんですよね。まあ、結果的に、そうかなと僕は思います。どういうことかというと、抗がん剤を使った時に抗がん剤の副作用を抑えます。水素吸入は、プラスその抗がん剤の作用を、副作用を抑えることによって高めているというか、十分発揮する、そういう結果抗がん作用、でもう一つはその、まあ、悪玉活性酸素を取るというところで、まあ、体にはいい働きをすると、そういう意味で抗がん作用っていうふうに書いてはるのかなと思うんですが、もともとがんに対する免疫力が低下することによって、あのがんが大きくなるっていうこともあるじゃないですか。もともと人間の体って毎日毎日がん細胞が少量できて、それを自分の体がまあアポトーシスっていう、まあ消去させてるっていう風な考え方だと思うんですけど、その消去させる能力が落ちちゃったがためにがんが増えてるんだっていう風に言われる人がいらっしゃると思うんですけど、そういう意味ではその水素を吸うことによって、もともと持ってるその自然の回復力、それを高めることができるっていう風に考えたらいいんでしょうか。そうですね、あのまさにおっしゃる通りで、例えばですね、これちょっとがんと離れますが、まあ、1歳の不明熱の男の子がいたんですね。でその子は昨年の12月からずっと38度8度5分9度をずっと行ったり来たりしてて、毎日8度で出してるんですよ。で見た目は大人だったらもう大人だったら無理ですね。もう無理ですね。でその子は比較的見た目元気なんですが、おかしいじゃないですか、そんな長期間、それ2月3月ぐらいまで続いてたわけですよ、でその子はもちろんその工事病院に何箇所も行って、子ども病院も行って、それから大学病院も行って、で遺伝子検査のためにわざわざ東京の大学まで行って、もう3つも4つもその工事医療機関に行って、骨髄生検って言って、骨に針を刺して骨髄の検査をするんですが、それは何回もリンパのがんを見つけたりすること、
骨髄の病気がないかとか、血液の病気がないかとか、で結局何も分からない、で分からないってことは何もできないわけですよ。でそのまま熱がやっぱり毎晩出るっていう状況が続いてたんですね。で私のとこも、まあ、去年の9月からこの水素吸入療法を開始してますけども、水素は悪玉活性酸素を取るって言いましたが、ミトコンドリアって体の 10% あるっていう話を前回、前々回もっと前かな、にしたと思うんですが、ミトコンドリアっていうのはエネルギーを作ってるんですね。で免疫も上げてるわけです。で私はそのまあ結局大学病院、子ども病院、高次医療機関3つも4つも回って何も分からず、何も手立てがない、でも熱を出し続けてる子どもを見て、まあ害がない水素治療をお母さんに勧めたんですね。でも水素治療ってあのこの前兵庫医大でも講義で喋ってきたんですけど、みんな怪しいと思ってるんですよ、怪しい治療。まあその理由はいくつかあるんですが、まあそれはちょっと置いといて、でまあ水素吸入をまあ納得していただいて一回やったんですよ。そしたら水素ってその泡が出るじゃないですか、あの乾燥した空気が来るんじゃなくて、ちょっと湿らした空気をこう体に取り入れるためにブク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 こう、しかもその青い光がね、あの雰囲気を出すためにこうあのデコレーションしてあるんですね。 あれはデコレーションなんですね。やっぱりそうだと思います。やっぱりあの何もないように、あの青っぽい光がこう、あ癒されるって人間の目から見て癒されるって、ところがその1歳の子にしたら、そのブクブクが楽しくてしょうがなくて取ろうとするんですね。ブク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 って言ってね、それでまあ、落ち着いてお母さんがね、抱っこしてその水素吸わせられないんですよ、って思わぬ欠点があってですね、 あの泡あかんなって話になって、おかしい、カーテンセンターかん、カーテン水素吸わせたいけど先生あかんわって話になって、で困ったなって思ってたら2月にその淀津先生と大阪大学の小林光教授が2年間かけて、そのまあ水素カプセル、ね、シリコンってね、SI なんですけど、まあ、体の中にもともとケイ素っていう物質が、あるんです。でケイ素が、ね、少なくなると骨粗鬆症になったりもする。カルシウムって有名ですけど、ケイ素もそうらしいんですね。で、まあ、体の中にもともとある物質なんで安心なんですよ、安全なんですよ。でそのケイ素を加工してケイ素製剤、あるいはシリコン製剤と思うんですが、水素を発生するんです、でそれカプセルで、あのカプセル開けたら真っ黒系のね、炭みたいなのが出てくるんですけど、でそれは、まあ飲みますよねカプセル、そしたらアルカリ性の環境下で初めて働き出すんです。だから胃の中では働かないですね。で大腸まで届いた時に、大腸って、割と末端の方は水分が多いんですね、でその水分を利用して、そのカプセルは水素を発生しだすんです、でしかも20時間から24時間以上ずっと発生し続けるわけです、でじゃあお腹が張るんじゃないかなって思ったら全然張らないです、もう当然ですよね、もうちっちゃいちっちゃい宇宙一ちっちゃい水素がどんどん拡散していくんですが、お腹の中にとどまってはいないんですよ。でも拡散していく段階で見つけた活性酸素を除去してくれるわけですよ。でその1歳の不明熱の男の子に、まあ水素を吸わしたけど、それがまあ言ったら失敗しちゃったので、カプセルだって思って、でお母さんに何度か説得したんですけど、まあやっぱりお母さん慎重なんでなかなか始まらなかったんですよね。で本当に先生大丈夫なんですかって、で僕も小林教授にメールやり取りしてるんで、大丈夫って聞いたら、そんなん悪いこと起こるはずがないって、もう理屈から言ったらマイナスはないっていう話を聞いたんで、やってみようって言って、だってやることないだろうって、ね、そうするとそのカプセルを開けて真っ黒系のねやつを味噌汁に入れたら、茶色い味噌汁が真っ黒味噌汁になるんですね。でご飯にやると真っ黒系のご飯になるんですね、でもその子食べてくれたんですよ。でそのうちに1歳ちょっとなのに、
カプセルごと薬って飲めるようになったんですよ。飲めるようになって、うん、そうなると、うん、熱が下がってきたんです、うん、おすごい。それは何日ぐらいで？1ヶ月ぐらいじゃないですか。1ヶ月、2月に始まって3月ぐらいかな、まあ、それで彼のミトコンドリアが元気になって、うん、免疫が上がって、うん、何でか分かんないけどその高熱だったのが微熱になったんですよ、うん、すごい。顔色が良くなったとかあるんですか？いやもう全然いいですよ、うんうんうん、でもう喜んで、うん、ああこれいいですね。先生が考えられる水素の健康効果の中のどれが働いたって思われます？あ、この健康効果の中ですか、うん、これはやっぱりね免疫なんで、うん、免疫力を高める作用、うん、これが一番大きいんじゃないでしょうかね、うん、でもちろんその活性酸素の除去をした結果、うん、免疫力が上がった、うんうんね、でしかもそのやっぱり熱が出るっていうのは、うん、炎症がずっと起こってるわけですから、うん、エネルギーをすごい使ってるので、うん、そのさすがに1歳の子でも疲れてると思うんですよ、うん、疲労が蓄積していますよね、うん、でこの水素の主な健康効果の中の一つに疲労回復作用っていうのがあるんですが、うん、そこにも作用したんじゃないかなというふうに思ってます、うん、でそのエネルギー代謝の活性化作用っていうのもありますが、もういろんなその一つだけじゃなくて、うんいろんな項目にヒットしてその熱が下がったのかなと。で血液データはたくさん大学のがあるので、まあ揃ってきたらまとめさせてもらおうかなと思ってるんですけど、これね、はい、原因のわからない熱って不明熱っていう言葉があるじゃないですか。で不明熱を、まあ、当然先生わからないから大学にお伺い立てて言ってもらったけど、そこでもわからない、うん、でも結局最終的にその解決をしたのは漠先生だったっていうことですよね。あ、まあ、あの表面上はそうですね、うん、ただね僕1点だけ残念なのは、うんうん、あの実はいい糖したんですよ1回だけ。あ、いい糖療法、うん、もう上咽頭炎だと思って、うん、慢性上咽頭炎があって、うん、そこに病巣があって、うん、熱出てんだって思ってやったら、まあ、やっぱあったんですよね、うん、だけど、うんうん、もうさせてくれないですよ。あ、もう痛いしね、うん、だから、うん、あの僕は E と、うん、ジョイント作家治療と水素を併用したかったんですけど、うん、やっぱりちっちゃいし痛いし、うん、できなかったんですよね、うん、ただまあそしたら水素吸入って鼻から、うん、あるいは口から吸うと、うん、水素がジョイントに届くんですよね、はい、だから僕はその慢性ジョイント炎についても、うん、そのE とプラス水素吸入したらね、うん、早いんじゃないかって考えたんですね、うん、そうですか、はい、じゃあ、 あの日本の名だたる大学の先生で分からなかったことが先生分からっしゃったんですよね。でついこの間は世界に向けてズームで話をしたと。そうです、ね、じゃあ世界でも漠先生はトップなのに、もう国内でももう名だたる先生を差し置いてその症例をこう直しちゃったっていう、もうなんかすごい先生ですよね。いや、怪しい先生です。いやいやいや、スタンダードな先生たちからすると、あのまだまだね、あのやっぱりこういうのはエビデンスが大事なんで、一ついいからもう絶対だっていうのはないんで、僕はもうコツ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 とこういうね、エビデンスを増やしていこうと思ってます。だってでもその1歳のね、うん、男の子にとっては、うん、とっても良かったですよね。あ、もうその子にとっては非常にラッキーでした ね、うんうん、ね。で今度その話が飛んじゃいますが、はい、そのさっき病巣疾患の話しましたね、慢性上咽頭炎、でこれをやるとですね、うん、うちの症例では、うん、今のところ数名ですが、うん、不整脈が改善したんですよ。で去年心房細動っていう病気とか、うん、心室性の不整脈っていうのが、うん、鼻ごしごし鼻うがいで、うん、見事に治った方が出てきたので、うん、東京に行って発表してきたんですよ、うん、で今年もその演題を出したんですけど、うん、あのまあ、鼻うがいと上咽頭擦過治療で、うん、不整脈が治った、改善したっていうのを提出したら、うん、出してくださいって演題通ったんで、うんうん、また東京で発表してきますが、うん、まあ、なかなかね、うん、一開業医でその人の鼻こすって不整脈治すなんていうのは、うん、あの数に限りがあるんで、うん、そうやって学会で発表していって皆さんもやってくださいって言って、ね、
いっぱい症例を増やしていくことがいいですね。そうしたいな。そしたら、うん、あのスタンダード治療に近づいていかないかな、まあ、水素も一緒なんですよ。ああ、そういうことなんですね。そういう一切のこの不明熱も、まあ、どっかで発表できたら発表させてもらって、あ、じゃあ他の小児の原因の分かんない不明熱の子にそういう使い方してみようかってなっていくと、だんだん説得力出ていくんで、まあちょっと本当地味なことをずっとやってるんですけど、人の鼻ほじってね、まあ続けようかなと思ってます。先生、今日もすごいいろんな話ありがとうございました。あ、いいえ、昨日あの氷上住民センターで会ったザワザワガレッジ先生、はい、どうでしたか。あ、昨日はね、足立聖子先生が耳つぼのダイエット、あ、もう一回言ったらよかった。いや、僕はそこしか記憶に残ってない。いや、もっと大事なこといっぱい言ってるでしょ。ダイエットって言ってなかったと思うけど。そうか、ダイエットはやめてって言ってた。あ、やめて、やめてやな。そう、それだけに集中するのをやめてって言ってた。そうそうそう。あのね、僕一番驚いたのはその耳の形ってね、胎児が、お母さんの穴子の中にいる時 の、 その胎児の格好と耳の格好が一緒なんですよ。一緒なんですよ。それでその逆さまになってるね、頭が下になってる、でここをその胎児の格好と耳の格好を合わせたら、ほとんど一緒 で、 面白い。でその頭のとこを押すと内耳、頭、あの耳鳴りにいい、ね、めまいにいいとか、でもうちょっとその胃の方を押すとお腹にいいとか、なんかね、もうなんかびっくりでした、その耳の形と胎児の形がそっくりっていうのがね、すごい勉強になりましたね。そうですね、楽しかったです。めちゃくちゃ楽しかった。だ、佐藤先生がその聖子さんを呼んできてくれたっていうのは、やっぱり人選がね、佐藤先生すごいですよね。来月8月8日にあのザワザワガレッジあるんですけど、それもぜひ来ていただいていいですか、皆さん。はい、あの金子千秋先生という先生が、あの人間って誰しも死に至るじゃないですか、その至るまでの間に人間幸せになるのはどういうふうな方法があればいいかっていうようなことを仏教的な話を絡めてしてくださるんですけど、それに加えて呼吸法であるとかリラックスする方法とか、そういう話をしてくださるようです。氷上住民センター7時半からあります。8月の第2日、8月8日、火曜日ですね。第2火曜日ね。はい、じゃあ今日も枠先生、佐藤先生ありがとうございました。ご案内役はパンダリベカでした。